はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はまたね、名古屋編になるんですが、今回は宮崎辛麺ね、最近結構流行ってて店舗も増えてきたんですけど、この宮崎辛麺が、名古屋にも店舗ございまして、今回お邪魔したのがシャチリンさんというお店でございます。こちらのお店も花火のね、オーナーさんがプロデュースしたお店となっておりまして、宮崎辛麺もそうなんですけれども、混ぜそばやチンタンの醤油ラーメンなんかもいろいろとあるみたいで、全メニューをいただこうと思っております。で、こちらの辛麺なんですけれども、通常はね、1辛から5辛まで選べるんですが、5辛を完食した人のみが頼める爆シャチという辛さのレベルがあるんですけれども、今回はね、ちょっとお店のご厚意でその爆シャチも最後にいただく予定となっておりますので、早速食べていこうと思っております。ただね、ぶっちゃけちょっと怖い。お店の人曰くマジでヤバいらしいんで、覚悟決めて行ってきます。はい、ってことで、ただいまね、1杯目到着いたしました。こちらがね、醤油ラーメンで、トッピングのがね、スペシャルトッピングになっているそうです。早速いただきます。お願いします。いただきます。お願いします。あ、うまいっすね、これ。肉感が強いんですね。この油とかちゃんと、はい、しっかりあの具材が入ってるスープで、動物系のね、香りがすごく強いです。うん、おっ、もやしにかかってるね、このごま油の風味がもうすごくいい。まあ動物系なんでね、もちろん合わないわけないんですけど、あそこにね、このチャーシューの油とかニンニクの香りが加わってすごい美味しいです。うん、でも飲んだ締めとかいいですね。そうですね、このラーメン、それが狙いのラーメンですよね。うん、はい、ということで1杯目完食でございます。そしたらね、2杯目今到着いたしまして、こちらがね、あの辛くない混ぜそばでございます。はい、こんな感じですね。そしたらもう一旦ね、今日は全部混ぜちゃいます。これ醤油とあのね、ブラックペッパーの香りがね、めちゃめちゃ際立ってる。すっげー食欲する匂いする。うまそう。前回ね、あの花火さんでもいただいた台湾混ぜそばを作ってる時の製法と同じで、茹で上げた後に麺をね、一回こうかき混ぜるんですよ。麺の表面に傷をつけてね、こう溶けやすかったりとか、まあ、具材がね、しっかりと絡むように調整してるんですけど、この麺の食感が油そばと混ぜそばのいいとこ取りなんですよ。こっちもね、好きな人は絶対好きなメニューなんで、これね、一回食べてほしい。これはこれでまたあの追い飯がめちゃめちゃうまそうですね。ということで、2杯目のね、この辛くない混ぜそば、完食でございます。また。あ、それで、ありがとうございます。じゃあ、おやつ感覚。あ、うまそう。これ今ね、いただいたのが、これ、スペシャル、追い飯というね、これ、残ったスープの方に、スープというか、タレか、返しの方に、このね、ご飯と炙りのチャーシュー、海苔が合わさった、これ、ネギもね、合わさっております。メニューにありますんで、ぜひね、あの皆さんもこれ、買ってみてください。
やっぱりライスですね。これライスの相性がやばい。うん、まちょうど麺が上がりますね。今のね、スペシャル追い飯なんですけど、これね、小食の方食べられないかもしれないと思うんですよね。これ注文するときに、麺減らしたりできるらしいので、もしね、こう完食の自信がない方は麺を減らしてね、最後スペシャル追い飯してみてください。まあね、ご飯もね、半膳歩かないぐらいの、ちょっとした量なんで、ぜひね、これね、来た方は試してください。マジでうまい。ありがとうございます。はい、お待たせしました。お待たせしました。結構でも1からでもかなり赤みはあるんですが、この唐辛子なんか特徴があるらしくて、甘みが強くて辛みが抑えられている唐辛子なので、まあ香ばしさが生きていて、こんだけねかかっててもあんまりね辛くないみたいなので、とりあえずねちょっと食べてみましょう。香りはね結構もう辛いよ。普通に辛いけど。普通に辛いぞ。あ、まず1からでこんな感じ。はい、やばくない？1からでこれ。うん、でも爽やかさが結構強いですね。もちろん辛みがあるんですけど、柑橘系に近いようなそういう爽やかさがあるんで、辛いけど1からぐらいだったらもう全然食べやすいです。ただ辛いの無理な人は多分1から無理。感じだったら、僕個人的にはですよ、通常もしお店に来て食べていくんだったら1からか2からぐらいは多分リピートすると思いますね。でちょっとおすすめのね、この卓上の昆布層入れてみます。めちゃめちゃまろやかになりますね。はい、すごいまろやか。うん、はい、ということで今3杯目のね、赤から混ぜそば完食でございます。はい、ということでね、ただいま4杯目のラーメン、こちらがラストになるんですが、こちらが、看板メニューになります、宮崎辛麺で、うま辛にんにくラーメンのスペシャルトッピングに、辛さがね、爆シャチという、もともと注文できる1から2から3から4から5からと、これを食べた人のみが挑戦権を得られて、これ、ね、爆シャチっていう半端じゃねえ辛いやつ出てくるらしいんですけど、もう、ね、さっき調理してる時からね、上がってくる湯気もう痛いんだ。鼻が痛いの、麺も痛いし。そう、まあ、そんなねラーメンではございますが、まあ、僕もね辛いものは好きではあります。得意じゃないですけど好きなんで、とりあえずねこのね爆シャチ食べていきたいと思います。じゃあすいません、いただきます。はい、どうぞ。いただきます。匂いはねでもものすごく美味しそう。とりあえず スープからいくわ。スープから。甘いですね。そうです。あ、これ、あ、ダメだ、来てたら来るやつだこれ。めちゃめちゃ甘みは強いですけど、バリバリってきます。でもまあね、ベースが、まあ、おそらく、ね、動物系の、まあ、スープを使っているので、その動物系の甘みがしっかり効いてるから、そうっす、そんなでもマジっすか。こんだけ唐辛子混ざった中にカプサイシンソースとかも使用してたんですけど、そういったね普段だったら辛みしか感じないような食材がちゃんとね、旨味として甘みが生きてるんで美味しいかもしれない。てか美味しい、これめっちゃ美味しいですね。ただこれすすっちゃダメなんだよ絶対。すすったら多分ババってなる。最初はね、ラーメンなんですすります。ありがとうございます。あんまりいっぱい。でもそんな麺も多分小麦のね甘みも効いてるし、溶いた卵黄とかをこう入れてて、そのね甘みがねだいぶ効いてる。
これぐらいだったら全然ですね。マジっすか。唐辛子も5種類ぐらい使ってるらしくて、まあ、そこにねカプサイシンソースも入ってるんで、こんだけ入れると正直最初は多分苦味感じちゃうのかなと思ってたんですけど、やっぱりねベースがしっかりとうまい分苦味はねほぼほぼないです。で酸味が少し感じるけど、特にやっぱり甘みがあるんで旨味が強い。通常の醤油ラーメンは飲んだ後に食べたいって言いましたけど、これは飲みながら食べたい。パンチがねすごくあるんで絶対お酒に合う。まあ、僕もねよくあの辛いラーメンが好きで、あのいわゆる有名なあの北極ラーメンよく食べに行くんですけど、あれはね基本お店であの10倍で頼むんですよ。その状態の北極ラーメンよりは辛いと思う。だからいわゆる北極ラーメンで言ったら多分16倍とかの北極ラーメン注文したらこんぐらい出るんじゃないかなっていう想定の辛さでございます。こんなにあのカプサイシンソースが甘く感じたのは初めてですね。本当ですか。うん、あ、うまっ。うわー、うまかった。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまね、4杯すべて完食いたしまして、まあ、特別にね作っていただいたこの爆写真もね完食いたしました。もう汁まで飲んじゃうほどうまかった。ぜひ、ね、あの名古屋近い方はこちらのラーメン本当に美味しいので食べに来てみてください。僕ね辛くて口が回らない。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね、いい汗かいた。